九州日本審判株式会社は、福岡県北九州市や幡東区に本社を置く、クレジットカード事業者である。通称、九審判。1957年9月に、株式会社日本信用販売九州営業所として、設立。九州地方を地盤とする中堅の審判会社として、事業展開し、クレジットカード事業には1971年により、参入。 発行規模が少ない独自デザインカードをローコストかつ短い期間での発行を実現したウルトラグラフィックカードやデータベースマーケティングを駆使したカード会員管理システムの構築等加盟店への小回りの利く対応が特色である。また社会貢献活動にも積極的に取り組んでおり、障害者の就労、スポーツ活動、ステイヌステネコの救済、 魚林船患者やその家族等に対する支援を、提携カードの発行や社員によるボランティア活動の形で推進している。なお、旧社名が株式会社日本信用販売であり、社表も C マーク中央に K の文字という似たデザインのものを使用しているが、一般的に知られたかつての日本審判の旧社名は日本信用販売株式会社であり、 三菱 UFJ 銀行とも取引銀行の一つという以上のつながりはなく、三菱 UFJ フィナンシャルグループ他の三菱グループとは資本の上で一切の関連はない。国際ブランドはすべて JCB。ありがとうございます。